じゃあ次は誰 誰がスイッチを押す、はい、ブルク僕ブルクいや、お願いしますブルク、ブルク行く、ブルク行っちゃえ、行っちゃえ、行っちゃえ、相手が全部やるパターンいいね。そうそうそう、相手の企画なんやから。お願いします。じゃあ、ありがたく、じゃあ俺が行きます。今後に響くから。保護者なのやっぱ。やっぱ。シャー君次から小根島さん NG で。ガチ。ガチだ。ガチね。キャスティング権はキャスティング権はシャケさんが持ってんの？そうです、次からちょっと。あ、じゃあ、じゃあ俺、呼んでくれるまで連打するわ。スタンプ連打しよう。いきまーす。はい、行きまーす。人狼 RPG、頭脳明晰、スタートー。頭脳明晰、スタートー。まんまや。頭脳明晰。また村かー。村多いなー。村しか出ねえ。コーンは村しか。人狼やりてぇな、そろそろ。口角上がってるな。そろそろ人狼したい。口角。口角上がってるの見えてる。見えてる。えぐ。口角じゃなくて口角。口角。あえて口角。口角。口角。口角ですね。見られてんな。口角、松角、平の正角。いいね、いい分だ。はい、平の正角。はい、おい、こいつ逃げんの、お前。俺のこと、無視な。オッケー。されど。人狼 RPG、村人ですね、今回は。いや、人狼とか正直やりたいな。でも人狼来たら来たでなんか緊張しちゃってなんか即死しそうで嫌なんだよな。いや、とりあえずエメラルド集めまくって、まあ、最初はやっぱ占いが、まあ、無難に強い説あるんだよな、結局。で、小根島さんがこっち来る前に俺が全部奪うと。小根島さん。あ、上いた。上行っちゃった。じゃあ俺が。この辺のスケルトンは全部俺がいただく。初手戦闘スタイル。いや、待って、あれ5個あったの俺。あ、占いでもよかったな、じゃあ。じゃあ、占いでもよかった説あったな。スケルトンね、あ、いる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 。意外と、ここ穴場だな、この下のとこ。1階のさ、このなんていうの、ソウルサンド、ソウルサンドじゃなくて、なんだっけこれ。ソウルソイルみたいなやつ。みたいなとこ、意外と人来ないんだよね。あんまここ長いすぎると。なんか人が来ちゃって知れずと殺される、こっそり殺される可能性もあるからな。全然、え、めっちゃいるここ、やば、穴場じゃん、穴場すぎ、え、穴場すぎ、やばいやばいやばい。で、まだいる。で、さらにここでも、はい来た、はい来た、美味しい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 。占いてえけど多分間に合わないかも。8個やばい、誰も来ないでくれ、頼むから誰も。あ、誰？大先生かな、あれ。よいしょ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。何金ちゃん？何金ちゃん？ラッターさん黒だったんですけど。あら、黒？ラッターさん黒だった。これじゃあ狼付きっすわ。狼付き。狼付き表したね。あらあらあら。これじゃあ狼付きですわ。まあでも、まあでも狼、どっちにしろローラー。やばい、一応まあまあまあ、ローラーでもいい。槍持ってるし俺。あー、槍持ってるのね。あ、すいません。はい。はい。あ、中間さん、人狼です。え？人狼？早いな。いや、これ、金ちゃん。これ俺、あげるよ。槍あげるよ、これ。撃っていいよ、俺。え、いいんすか？めちゃくちゃ狼付き、これ。めちゃくちゃ狼付き。金時マッピング。やっときます、一回。マーキング。ああ。完全に狼付き。これでラッターさんはまあ次。ほんで、中村さんは？中村もういない。いないっすね。あ、じゃあもうさすがに。もう隠れたね、これは。さすがにアウト。いきなり隠れてるな。エオさんの占いで。占いで多分そうっすね。バレたと思う。これ狼付きも割れてるからでかいっすよ、これ。まあ、キムタッタもね。アピールがすごいっすね。これは狼付きやわ。うさくない？いやー、じゃあ俺、じゃあ、あと金ちゃんのずっといるわ。金ちゃんのずっといるわ。オッケーです、オッケーです。これもあげるわ、じゃあこれはエメラルド。あー、こんなに。あー、すごい。こんな白い。こんな白いことある。こんな狼いる？さすがに。こんな白いことある。いやでもラッカーならやりたいな。監視しておきます、ラッカーならやりたいな。トモさんやられた。どんだけ深いんだよ俺。あれ、トモさん。あ、確かにトモさん。トモさん、トモさんもやられたじゃないですか。ひとしです。あ、そういえばトモさんが。
うわーもう早い早い早い動き早い、早いな今回の狼。じゃあ中間黒出しは FB さん、エオさんだね。ってことでもう早速割れてるんですけど、これどうしよう、占いあるから俺占ってもいいけど殺されたくない、殺されたくないな。待って、後ろから来ないで、やめてやめて、いきなり結構急に唐突に殺されるかな、なんか死ぬ時って。占ってもいいな、誰占おうかな。あら FB さん、 FB さん、まあ、中村は人狼って言われてるから、金ちゃんが、いやまあ吸血鬼炙るっていう体でも、ブルーク、あっあってなったわ今あれブルーク、あそっか、そういうあれね。こんな堂々と12個、ん12個の前、あれん金ちゃん、あれラッターさんがいるっていう話は、あれ金ちゃん何やってんの、何やってんの、何やってんの、何やってんの。やばい、ここ急に殺されポイント、結構ここ急に殺されポイントだよ普通に。こんな持ってるのに死ぬのもったいないって、もったいないって、もう使えないんだよな。ブルーク白出ししたけど、あら小根島さん、これしまさん、十字架買おうかな。なんかふざけて殴ってると見せかけて十字架買おうかな。待って、スタングレネード買いつつの。おはようございます。おはようございます。すいません、ビクトの兄貴が殴ってきました。え、いや、じゃあ逆です。小根島さんが殴ってきました、いきなり。いや、ビクトの兄貴が殴ってきました。やばいやばい、なんか、え、てか、あれちょいちょい殴って、ラッタさん、ラッタさんどこ行ったの、金ちゃん。ていうか、ラッタさんはもう、え、ラッタさんできなかったけど、あれ金ちゃん、いや、僕はもう倒しました。え、なんで、いや、もう、ローラ先にもうやっちゃおうと。はいはいはい。あ、嘘つかれる、なるほどね。とりあえず、はい、今日中目探してやりにいかん。あ、で、1個、占って打つ先生が白でした。あ、で、はいはいはい、ブルーク村人でした。はい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 。じゃあ、日中にやっときたい。日中。あ、でも、これでさ、これでラッターさん、本当に人狼だったらあれじゃない、終わり。吸血鬼、あ、吸血鬼がやべえか。あ、あ、いますいますよ。あ、びっくりした。吸血鬼やばくない、占われてない人いるかな、逆に。俺、僕も占われてないですね、うん、俺も一応占われてはいないですね。これ確かにラダオくんが月じゃなかったら危ないよね。確かに吸血鬼誰なんや。まあ誰か殴ってもいいけど十字架で、うんうん、確かに、うん、あれ十字架って夜のターン使ったらやばい、ダメですよね。十字架は別にいつでも大丈夫。ああ、じゃあ誰か殴りましょうよ。俺は違いますよ、持ってないですよ。じゃあ持ってない小根島さん。あ、じゃあ俺買おうか。今ピクトの兄貴持ってんじゃないですか。いや俺持ってますよ。いや、そうっすよね。いや俺殴ってもいいっすよ別に。誰か殴りましょうよ。誰を、え、小根島さん、吸血鬼、あれ誰でもいいっすよ。全然いいっすよ、俺じゃないっすけど。俺も違います。でも占ってない人の方がいいんじゃない。俺かヨさんか、あと誰、ブルークは、ブルークは村人っすね。あ、そっか、逆にここいない。いや、でもあれ中村もいない。中村、これ誰だ、これ中村さん人狼っす。でもいないよ、これなんか、エオさん説ない。あ、違ったわ。 あ、違うでしょ、うん、小島さんじゃなかった、俺じゃないっすよ、小島さんではない。はい、え、ってことはあと占ってないのはエオさんと僕も占ってない、キンちゃん。吸血鬼誰だろう。吸血鬼怖いな。で、ラッターさんが本当に人狼かどうかっていうのもまたわからないよね。まあ、正直殺しちゃうのありだよな、狼付き。いや、吸血鬼見つけてえな、これ。普通に。大先生か？いや、なんか大先生くせえけど、なんか違かったらそれはそれで嫌なんだよな。あ、俺買ってんの忘れてた。バカタレ。バカタレだ、マジで、ほんとに。忘れちゃうよな、普通に。え？おいおいおい。おいおいおい。大先生見つけ次第やってもいいな、これ。札使ってそうだよな、正直。正直使ってそう感はあるから、まあ、この辺スケルトンいるから多分いないと思うんですけど、いや多分マジスケルトン反応するはずだから絶対この辺はいないと思う。さすがに、いや大先生いたらやりてえな、これ。多分本当に狼付きっぽいで、中身はもうほぼ狼みたいなもんじゃん。真ん中来るんだったら来てくれてもいいんだけどな。来てくれないかな、うつせん透明化とか買ってるかな。1000
島さん違う。おはようございます。おはようございます。うつ先生人狼。え、嘘。はい、ナイス。えあーもうこれなめに。あ、ふみさんやったんや。よくやったな、ここで。俺もやってないんだけど、一応に変わってた。あれ、いつの間にか吸血鬼いなくなってる。うわ、何が起きた。何が起きたんだ。中尾さんが起きたんだ。確かに。僕です。え、あー、吸血鬼が。吸血人狼の相打ちが起きたんですよ。なるほど。人知れずね。美味しいとこだけもらっちゃったわ。二人とも潜伏してて。潜伏どうしよう。いやでもあれやな、声垂れ流しでエオさんに注意されるって取れたか取ったな。よし。一応言った方がいいなと思って。金ちゃん深いな。苦しい。うん。金ちゃんめっちゃ無かった。金ちゃん深い。狼好きなしか。ついてきてくれたんで。いや、あんなこと言われたら。え、ああそういうことか。え、ラダオくんマジの狼付きやった。いや、俺はただの村人だった。あ、そうだったもん。そうなんだ。強人で。そう、黒出しするっていう。黒出しされたんや。もうただただ削るムーブ。そう。あ、ほんで黒出しして。あ、深金ちゃん、え、全然聞かなかったわ。深い。それは深い。これは深い。それ以外は何もやってないんですよね。ラダオくんが殺されることに何の疑問も持たんかった。いやでもやっぱ俺もまあしゃあないかと思った。もう本人もしゃあないかと思うレベルでしょ。ケアされるよなとか。深っ。でもこういうのがあるからやっぱローラーするのもちょっとやっぱ危険なんですよね。確かに深かもしれない。金ちゃん深っ。いやでも要注意。誤算だったな、いろいろ。そうですね。いろいろ誤算が起こった。人狼死んだったからね。いやでも初め俺ピクトナリキがなんか人狼だって狙い出した時吸血鬼だと思ってもったけど助かったマジで。まさか相打ちしてるとは。マジで。相打ちしてるとは。急に終わっちゃったから。中村さんは耐えると思ってたんですけどね。中村死んだの信じられなくて位牌使ったもんな。死んでるはずない。死んでる。金ちゃんはもう人狼誰っていうのはすぐ分かってたの？共犯の目で打つ先生分かってて、でまあなんか中村が、ああ中村が戻ってきてるしな。なんで。確かに。いや、俺と FB さんの一夜の壮絶な戦いは、歴史に残る。そんなこと。なるほどな。赤もお前、トモさん殺すの早すぎやろ。初日だぞ、早かったな、あれ。いいよ、全然。本当に、一人目を絶対持っていかないといけないって思ってたの。なんかもう、テンポ感を上げた方がいいと思って、人狼。ちょっと勝ててなかったから。それはいい。で、ピラミッドの中だったら見つかりにくいなと思って、本当にいたの、トモさんが。ないだろ、ここは。いや、俺にしとけよ、俺に。目があって、うつせんと挨拶してたら、後ろからバコーンって。挟まれたんだ、そういうことか。セットプレイされたの。そうか、そこセットプレイだな、感じで人狼よ。ああ、確かに、後ろか。足止めないですね、足止めないです。先生、俺のこと言わないから、あ、悪いやつだよっぽどなんか、トモさんのこともっと触れられたら、あ、トモさんスケシーですねとかなんか適当なこと言おうと思ってたんですけど、誰も触れねえからいいね。最後の方いなくないみたいな。最後の方いなくないいなくないと思ったから。いなくないで。